第四特別機動捜査隊から派遣された前川夏美です。運転なら任せてください。警察署でも指折りのハイスピードドライバーなので。昇進できるからって奮起するタイプではないですよ。いらっしゃいませ。渋滞結構ひどくなかったですか？警察の制服ですか？私の部署は服装が自由なので。逃げるのを捕まえるのは簡単です。でも最近は警察に盾つく大胆な人たちが増えて心配です。後先考えずにとりあえずぶつかるのが一番です。いやー、手だれのカウンターの方々と一緒に仕事するのは本当に楽でいいですね。仕事はいつも余裕を持つのが大事です。社長のお言葉ですから当然従います。終わりました。もう帰っていいですか？いい景色ですね。先に降りてますよ。皆さんお疲れ様です。それじゃあ帰宅しますか？昨日の残業は余計だったかな。皆さん私より強そうですね。お世話になります。私の車に乗っても構いませんけど、保険は加入してますよね？ボーナスですか？今日何かいいことある日でしたっけ？私は幸せ者です。勤務時間に運動だなんて。体がだいぶすっきりしました。当分は張り込みも問題なさそうです。ここまで私を手助けしてくださるなんて、社長はかなり警察を信頼してるようですね。何はともあれ一生懸命働いてお返しします。あははひょっとして器物損壊の件でお呼びですか？特進ってことですよね。働きがいがあります。これでも十分ありがたいですよ。はい、まあ残念ですけど席に戻ります。